おはようございます。本日の相場解説7時24分ですね。7月ではないですね。相場解説なんですけども、私ね最近乱れまくりで全然いけてないんですよ。というのが解説がちょっとおぼついてないんですよね。まあおそらく FX でずっとねなかなか勝てないよとかねわからないよっていう方は今の私みたいな気持ちなんだろうなと思います。やっぱりね完璧にはいかないですね。どうあってもということなんで、ちょっとねあまり消極的な相場解説になります。なんとなくになりますんで切れてないと思いますけども、まあそういう状態も記録していこうかなと思います。これを見るとねギザギザしながら右肩上がりにはなってるんですよね。ギザギザしながらこういう風にね、これ日足なんですけどもね、大胆にどちらかにエントリーするってことはなかなかできないんですけども、まあでも高値切り上げと安値切り上げは追っかけていけるかなと思います。安値切り上げの安値が、ね、2つあるんですよね。まあだからことを難しくしてるんですけども、まあ相場ってのはこんなもんです。さあじゃあ4時間いきましょうか。何も言うことがないです。だから今ね混乱してますね。でこちらなんですけども、そうですね、包み足を突き破ってさらにここに包み足が出てるなっていうところと、まあ底根はここで間違いないかなと思いますけどもね。ただレンジになってるわけでもないんですよね。なんとなくですね。で1時間の方行ってみましょうか。なんかこれだってものが出ないんですよね。昨日の夜の時点では上昇トレンドが始まったかなと思っていたんですけども、今朝こういうふうに大きな下落があってですね、やっぱり違うかっていうところなんですよ。まあちょっとね全然今日は何にも分かりませんね。昨日もそうだったんですけども、だからこういう時は下手に考えてこれでいくはずだっていうふうに思考がね固まっちゃうと、またそれに対してうまくいかないことがかぶさってきて、どん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 ね袋小路に行きますんで、ちょっと何も考えないようにした方がいいかなと思うんですよ。申し訳ないんですけども今日も考えがまとまらないということで、まあたまにはね、3年間相場解説3年以上やってきましたけども、これほどね私がねこうだって言えないことはねなかったと思いますね。初めてですよ、ここまでトンチンカンな相場を見てるのは。いや他の方どうですかね、ここどういうふうに攻略してますかね。こういう時は仲間のトレーダーにちょっと聞いてみたいんですけども、仲間のトレーダーに聞いてみようかな。まあ今日はそんな感じです。すいません、相場解説めちゃくちゃですでは失礼します。まあこういう日もありますんでね、まあもしかしたら毎日それだよっていう方もいるかもしれません。まあとかく相場は生き物のようで、私たちのために動いてるわけではないですからね。坂田五宝もダブルトップも、それから積足もゾーンも、相場はそんなこと無関心でぐるぐる動いてますんでね、もしかしたら相場に法則はないのかもしれないと。でテクニカルっていうものを私たち当てはめようとしてるんだけども、テクニカルもいつもそうじゃないっていうところがねミソなんですよね。いやーまあすいません、今日は以上にさせてください。まあ皆さんもね難しい時はチャートを離れた方がいいです。チャートを見ない、もう今日は見ない明日の朝まで見ないっていう風にするとかね、まあ引き際が肝心というか、分かんない時やっちゃダメですよ。やっぱりどんどんめんどくさくなりますんでね、資金もなくなるし。以上です。